素敵な男性からプレゼントされたんだよ。なんだかデートみたいだね。私はホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年、アクアプラス。どうもアラヤンです。さあ今回はクリスマスデートの晩ですね。クリスマスイブデートかな。行きましょうか。さっきも言っただろ、俺はもうトーマのことは忘れた嘘ばっかり大丈夫、何度もシミュレーションしたはずだろう。言葉にもつまらなかったし、不自然に不愛想にもならなかった。だから3年前にこだわるのもうやめないか。もしも刹那が俺を許してくれるなら。だけどごく自然に、ほんの少し突き放すだけの言い方で、ちょっとは痛いけどでも嘘じゃないことをアピールする。3年前があったから今の私たちがあるんだよ。でも俺にはもう何もない。ただ一つ罪が残ってるだけでさ。罪って？刹那を裏切ったっていう一生消せない深い罪がさ。そんなもの残ってない。ハルキ君に罪なんかない。最初から何もない。そんなわけないだろ。俺がどれだけ刹那のこと傷つけたか。それは二人の気持ちを知ってて抜け駆けした私のせい。自分で勝手につけた報いの傷だから。お互いに入りきっちゃってる感じしますよね。な、やっぱりやめよう。結局そうやって罪のかぶり合いになるんだから。俺たち、ハルキ君。予想通りのいつもの流れを予定通りいつもと違った方法で食い止める。刹那、俺たちリセットしよう。リセット？リセットって全部なかったことにするの？そんなの、私そんなの。違うよ。なかったことになるのは俺たちが三人になるその日から。残すのは刹那との思い出だけ。刹那と出会って屋上で再会して、その声に一耳惚れして口説きまくって、弱みにまでつけ込んで誰も知らない刹那の素顔に触れて、やっと俺の歌姫になるって言ってくれて、あまりにも嬉しくて手を取り合ったあの日まで。忘れよ、あの時の雪も、それからあいつも。トーマのことを忘れようって言ってるわけですか。そこから先は刹那と俺だけの完全オリジナルストーリー。軽音楽同好会に残ったのは結局2人だけ。俺のギターに刹那のボーカル、素人に毛も生えてない盛り上がらない三文ライブ。けれど俺たちはそれで大自己満足で、2人きりの打ち上げはなんだかいい雰囲気で、いつの間にか手と手が、唇と唇が触れ合って、それはあまりにも俺にとって分の良すぎるご都合主義の塊ともいえる設定。これはハルキが言い出しちゃダメな設定じゃないのか。自分の罪も刹那の罪悪感もなかったことにする究極の反則技。忘れるの？カズサのこと忘れられるの？あれ、刹那もまんざらじゃない感じ。忘れたんだ、もう。だけどもういいだろう。自分の罪を押し通すのも、刹那の罪を否定するのも、そんな3年間ずっと繰り返してきた悲しいぶつかり合いに俺たちはもう疲れ果てた。お互いすぐには納得できないかもしれない。俺だって自分を許すのにもう少し時間がかかる。私はだからゆっくりと話し合っていこう。これからもメールしたり電話したりしてさ。してもいいかな？そんなのダメなわけがない。ありがとう刹那。
ずるいよ荒木くん。本当にずるいと思う。ずるいかな。あなたの言ってることはとてもひどいのに、差し伸べられてる手はなんでこんなに優しいの。カズサを忘れて、いつかセツナを選ぶという約束、本当ならとっくになされているはずだった。ちょっとしたボタンの掛け違いのせいで3年も果たされることのなかった約束。ダメなのに、最低なのに、今の春樹くんを否定できないよ私。刹那は春樹にのめり込みすぎですよね。時間をかけて償いってのはおかしいよな。リセットしたんだから、お互いのことを知っていこう。うつむいた刹那の顔を覗き込むと、きっと寒さのせいだけじゃなく好調してた。目は潤み、荒い息をつき、唇を震わせて昔見たキスをした後のような表情をしてた。そんな魅力的で怖く的で戦場的で、男にとってヤバすぎるものを無意識に見せてしまうのが、いつもの清純な少女の裏にある刹那の不安定さ。こんなすごいものを目の前で見せつけられてしまったら、俺はそろそろ帰ろうか。俺は何なんでしょう。え、尻尾を巻いて逃げ出すしかない。肝心なところで本当に根性ないですよね、春樹は。だってこのままじゃ自分が抑えきれなくなる。何言ってんだ。冷静だった頃の自分が立てた作戦を無視して暴走したい欲望に駆られてしまう。送ってくって方向同じなんだから当たり前だよな。電車止まってないといいけど。ハルキ行こう、刹那。駅確かあっちだよな。好調した刹那げな表情のまま、刹那が俺をまっすぐに見つめる。そんな吸い込まれそうな危うげな瞳を直視できるはずもなく、俺はぷいっと顔をそらして来た道を戻る。けれど、刹那。そんな俺の逃げるような歩みに刹那はついてこない。切なげな女の瞳は今度は拗ねた少女の瞳に戻り、責め立てるように俺を睨みつける。そして、いや、拗ねた少女の瞳は拗ねた少女の口調へと伝染し、直接俺の耳と感情に訴えかける。クリスマスなんだよ。最初は少女のままの理不尽なわがまま。映画見て、レストランで食事して、公園を歩いて、ここまで覚悟させておいて、それはないよ。続いて口調は少女のまま、言葉だけ女性のそれをぶつけてくる。それはこういうところに誘ったのは謝るけど、それには事情が。謝られても困る。今日までなかったことにされるなんて約束が違うよ。だから今日はただこうして話すだけで。少女の口調に騙されて深く考えもせずに再び距離を詰めたのは致命的なミスだった。私、春樹くんにまだプレゼント渡してない。あんな素敵なものもらったのに何もお返しできてない。まさかこのパターンは。そんなのいいって、あれは俺が勝手に。なんて、実はね、わざと何も買わなかったんだ。プレゼントお返しできないようにしたんだよ。だってそこに垣間見えた瞳は、今日泊まってくるって言ってきた。出ましたね、定番のこのパターン。可愛いわがままを秘めたというには危険すぎる。男を深淵へと引きずり込む怪しさに満ちていた。何考えてるんだ春樹。3年越しでついにって感じか。これが私のお返し、忘れてしまったプレゼントの
仕方なしの代用品。その言い訳いるかな。刹那、とてもありきたりで、とても身勝手で、とても押し付けがましいものだけど。昔からそんな兆候はあったけど。それでも受け取ってくれませんか。ゴリ押しに不意打ちに騙し打ち、そんないたずら好きの刹那の得意技は、3年前に渡すつもりでずっと包んであったままの私を、あれから3年経った今となっては男である俺を苦しいまでに惑わせるつまりこのまま雰囲気に飲まれてやっちゃうってことですね。私ね、私ね、いつまで頑張ればいいのかわからない。ごめん、ごめんな。3年間ずっと頑張ったのよ。ゆっくりゆっくり近づこうって我慢してたんだ。わかってるけれど、ちっとも距離は縮まらなかった。こうして触れ合うこともできなかった。つまり俺たちは今こうして触れ合ってる。やっぱり雰囲気に流されちゃうんですね、ハルキ。俺が刹那の瞳に吸い込まれるように、刹那は俺の胸に吸い込まれていった。あの生めかしい表情をこうして俺の胸に隠してしまえば、残るはだだっこのようなけれど悲痛すぎる叫び。あったかい、雪なんか冷たくない、風なんか寒くない。ハルキくんが温めてくれるから。刹那はちょいちょいこういう誘うようなセリフ言いますよね。でもこうしている方が俺は落ち着いていく。刹那とは多分違った意味で。今までどれだけゆっくり近づいていっても、結局触れ合おうとする瞬間に怖くて離れてしまった。ハルキ君も私も。でも俺たちは触れ合ったから。ごめんね。ごめん。だから刹那は二度と離れないつもりなのか、さらに俺の胸の奥深くまで潜り込む。私の方がごめん。俺が悪いんだってば。また始まったよ。ダメだよ、そうやって謝られると。今までの自分を正当化しちゃう。刹那、今までの自分が正しいって思っちゃったら、今の私の思いは遂げられなくなっちゃう。だから私は間違ってたの。刹那の体温が、柔らかさが、艶めかしさがでいいのかな、俺の体内に染み入って、今度は全身を惑わせる。だから帰る時間もないまま、私の決心が鈍らないうちに奪って冷静な俺が慌てちゃいけないって警告してる。刹那が本当に大切なら余計に今はダメだって。この痛みを和らげてほしいの。だって今の刹那は普通じゃない。必要以上に無理して必死で俺に近づこうとしてる。完全に冷静な自分はどっか行ってますよそう、無理しすぎてる。俺を受け入れることにこだわりすぎて、自分の気持ちが追いついてきてないことに気づいてない。慌てなくてもいいのに。俺たちにはまだ時間はたくさんあるのに。けれど今までの長すぎた辛く苦しい時間が刹那を追い詰めてしまった。なんだ、結局俺のせいなんじゃないか。でもこれはきっと比較すれば間違った判断。
いくつかある選択肢の中でも相当にリスクの高い副作用のある劇薬を使った治療法。なんやかんや頭の中で春樹は考えてますけど、結局することはしてるんでね。なんて頭でそんなことを考えてても全くの無駄。久しぶりだったね。3年ぶりですもんね。俺の体は歓喜の雄たけびを上げて刹那の唇をしゃぶり尽くしていた。表現がね。昔より一生懸命背伸びしたよ。ハルキ君、ずいぶん背が伸びたね。どうかな。俺、昔はどうしたらいいか分かんなくて、刹那の高さまでかがんでた気がする。そうだったんだ。そんな気づかないところでも優しかったんだね。今は優しくないかな。うん、すごかった。激しかった。男の子じゃなくて、男の人だった。悪い。全然優しくなかった。久しぶりなのに、久しぶりだからこそまるで抑えが効かなかった。でもね、昔と全然変わらないとこあったよ。何？春樹くんの左の刃、キスするといつもちょっとだけ当たるの。はぁ、じゃないけどな。こいつら公園でこんなことやってるんですよね。春樹くんとのキスなんだね。刹那。あ、もう一回やっちゃう。さっきより激しく、3年前よりもっと激しく、刹那以上に切羽詰まった情欲まみれのキス。洗濯はまだ続く。春樹くんがね、あの頃の3人をリセットしようって言うんなら。喋らないで。選んだ先にまた新たな選択が待ち構え、前の選択がもたらす結果もわからないまま、次々と迷いが連鎖していく。私はね、この空白の3年間を取り戻さなくちゃならない。空白の3年間、そんなゲームあったような気がするな。刹那。事態は俺の読みをはるかに上回る速さで動いてる。春樹くんが好きで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 、片時も離れたくない甘えん坊の私に、早く戻らなくちゃならないの。今はそうじゃないってことなのかな。ルームナンバーは1732。俺からのささやかなクリスマスプレゼント。大丈夫、こっちは前払い済みだ。だからもう俺には何が安全で何が危険なのかわからない。あれは竹谷からのメッセージなんでしょうね。メール来てましたもんね、前回の動画で。あのさ、ん、部屋取ってある。ん、ただ自分の欲望に忠実な道を、一番俺の本能が待ち望んでいた道を選んだことだけは分かっていた。男だったらどうしようもないですよね。結構いい部屋取ったな。窓の外は相変わらず雪が降ってるけど、今目に映るのはすぐにでも止んでしまいそうな弱く儚い雪。深い黒をたたえた海と光で白く飾られた橋とが、どちらも眼下に収まるくらいはっきりとした夜景に変わってる。
なんて、高層階からの景色を無理やり楽しもうとしても、今の俺の乱れた感情が元に戻るわけなんかない。俺の持つ全てのチップを黒に乗せて、あとはルーレットが何度も回るに任せてるみたいな。果てしない焦燥とありえない高揚感に支配されたまま。さっき、刹那と部屋に入った瞬間、自分でもよく自制できたものだと思う。刹那にシャワーを勧めながらも、本当は今すぐ抱きしめて全てを奪いたいって、ものすごい葛藤に苛まれていたなんて言えない。ちょっとイントネーションおかしかったかな。今だって、濡れた肌の刹那が浴室から出てきた瞬間、獣の自分が目を覚まさないって保証はない。まずは全身でのしかかって抵抗できないように抑え込んでしまえばいい。その後激しくいたぶるか、じわじわ攻め抜くか。そんな恐ろしい迷いに舌なめずりするかもしれない。それくらい自分の理性に自信がない。もう完全に最初の思惑とずれてる。今の俺は刹那に対して紳士で、そして紳士でいられない。なんでうまいこと言っちゃうんでしょうね。陰踏んだつもりかな。こんなんじゃダメだ。とても刹那を安心させることなんかできない。刹那はチェックインの時も堂々としてたのに。俺が震える手で飯塚竹也と書いてる隣で、ぴったりと俺に寄り添い、肩口に顔を埋め、このホテルに泊まる意味を隠さなかった。そして俺がもう一人の偽名に迷ってしまった時、素早くペンを奪い、スラスラと水沢伊代って書き込んだ。友達の名前をね、使っちゃうんですね。コーラを無理やり喉の奥に流し込んで、わざと炭酸混じりのため息を吐く。俺が落ち着かないと、優しくしないと、もう引き返せない。腹を決めるしかない。けれど、だったら少しでも刹那に辛い思いをさせないように。朝を迎えた時、自分の選んだ道が正しかったって心の底から安心して微笑んでもらえるように。いろいろ考えてますけど、春樹が自分自身で選択した道ですからね。そんな情けなくうろたえる俺を、相変わらずの不愛想な表情で見上げてるやつがいた。俺のカバンの中に。刹那のバッグに入りきらなかったからって、俺が預かってたアンサンブル。なんだよ、写真の数差が見上げてるってことかな。表紙に写った長い黒髪と黒いドレスの女。相変わらずカラスみたいな色彩感覚だな。そんな目で見るな。いつもいつも俺のことバカにしやがって。しかもそれが格好いいのがまたムカつく。関東のカラーページをめくると、そこはあいつの独演会。カズサとピアノとステージとスポットライトと客席と、そしてまたカズサ。何なんだよこの陶酔したような満ち足りた表情はよ。こんなに気持ちよさそうに弾く姿なんて、俺にすら一度しか見せてくれなかったくせに。なんて、結局寝ちまったからよく思い出せないんだけどな。なあカズサ、お前ヨーロッパに行ってよかったな。成功してよかったな。こんなに有名になってすごいな。俺みたいな素人と違って、お前の本当の価値を分かってくれる人たちに囲まれて本当によかったな。全くカズサのことを忘れてる素振りはないですね。なんてな。お前が有名人、期待の新鋭、美と才能と血統に恵まれたサラブレッド、笑わせるぜこの不良少女め。お前なんか俺が更生させなければ、今頃は親の金で悠々自適に暮らすだけのただの引きこもりだったくせに。カズサのことばっかり思い出してんね。刹那と一緒にいてるのに。あまりにも理不尽でバカバカしくて、乾いた笑いしか出てこねえよ。
シャワーが止まったよ。ハルキ見つかるから早くアンサンブル直してね。大丈夫。私はずっとハルキ君が好きだった。そう言い聞かせてる時点で違うと思うが。彼も私を愛してくれるって言った。私を求めてくれた。だから私たちの前に障害なんか何もない。当たり前のことを当たり前にするだけだよ。そうなのか。不安なんかかけらもない。後悔なんかするわけない。だって昔のことなんか全部忘れたんだから。昔のことを思い出して後悔してばっかりになる気がするけど。ごめんカズさん。いや、いきなり思い出してるし。私今日あなたからハルキ君を奪う。もう誰にも渡さないよ。ハルキ君。あ、何か飲む？ううん、私はいい。そう。あのこっち来る。お互い緊張しすぎでしょう。大丈夫だよ。お互い焦らず行こう。朝まで時間はたっぷりあるんだし。その言い回しもどうかと思うけど。座ったら。刹那。ハルキ君はそのシャワー。そっか、そうだな。ごめん、気が回らなくて。そんなこと。じゃあちょっと待ってて、すぐに出てくるから。いいよ、ゆっくり温まっても。朝まで時間はたっぷりあるよね。だな、刹那の言う通りだ。それじゃあ。あのハルキ君、なんだかその。何？なんでもない、待ってるから。何だったんでしょう。何かに気づいた感じでしたけど。うん。脱がせてもらう方がいいよね。やっぱり何か飲もう。あれ？アンサンブル発見かな。カズさん。ごめんカズさん。今からの私見ないで。なんでベッドの上にあるの？ベッドの上に置いといたのか、ハルキ。隠す気ゼロだな。もうすぐだ。今夜で終わりだよ。明日からは楽になれる。本当に二人になれるんだ。だってさ、人間自分の体を重荷には感じないだろう。自分の重みに潰されるやつはいないだろう。だからもし刹那が俺の半身になったなら、もう重く感じることなんかない。俺も刹那も自分が自分にかけた呪縛からやっと解き放たれるんだ。なあカズサ、俺今日でお前のことを忘れるんだ。これからは刹那と二人だけの歴史を作るんだ。こうやってカズサに語りかけてる時点で忘れる気全くないですけどね。本当はもっと早くこうなってるはずだった。お前が俺のことなんか滋賀にもかけなければ、今頃俺たちは今よりずっと幸せに生きてきた。なんて全部俺のせいなのに、そうやってお前に責任かぶせようとするなんてひどいよな。だけど俺、お前には謝らないからな。だって刹那を泣かせたのは俺だけど、お前だって俺と一緒に刹那を裏切っただろう。俺たち共犯だっただろう。そうやってカズサのことを思い出してる時点でね。
刹那と一緒になって大丈夫かっていう感じしかしないけどね。じゃあな、さよならだカズサ。北条大学附属学園在学中の東間カズサ、アンサンブルの記事を見てるのかな。欠席日数は1年次が54日、2年次が91日、普通科に移った3年次は37日、ただし3年次は卒業確定後の留学準備のため。なお東間カズサは3年間の在学期間中特に大きな病気もなく健康そのものだった。ハルキ君らしい嫌味だよね。ですね。北条大学附属学園第二音楽室。北条大附属には音楽室が3教室ある。普通科専用の第一音楽室、音楽科専用の第三音楽室。第二音楽室は主に臨時の予備教室として利用されていたが、東間カズサが在学した3年間は彼女の専用練習場として占拠されていた。留年するぞお前ら、私なんかに付き合ってると。はい、てことで刹那もカズサのことを思い出し始めてる。この辺で今回はやめときましょうかね。お互いに今からするぞっていうタイミングなのに、二人ともそれぞれカズサのことを思い出してるってのね、どうかと思いますよね。とりあえず一回カズサに会って決着つけないと先に進めない気しかしないんですけどね。二人は全くそれに気づいてないっぽいね。カズサのこと忘れてリセットするぞみたいな、そんな流れだったので、この後このクリスマスイブの夜はうまくいくんでしょうか。この続きは次回見ていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。